<music> こんにちは。この前はありがとうございました。いいえ。 えー、答えを出すのに時間がかかってごめんなさい。別に謝ることはないよ。うん、いろいろと頭を整理して考えました。えー、プーさんのアドバイスを全部ノートに書いて自分の気持ちを書き出して答えを出しましたと。えー、私と妹を助けてください。来年まで我慢するのは辛いです。お願いします。ということで。ナイス。よく、よくそこの判断をしました。うんと、偉い。 素晴らしい。うん、で、えっ、ー、と、一応、えっ、ー、と、今聞いてくれてるってことであるならば、えっ、ー、と、この前ももう一回再度ちょっと確認なんだけど、多分おそらく、えっ、ー、と、妹さんとは、えっ、ー、と、別々の施設っていう形になると思うんだけど、えっ、ー、と、それで、えっ、ー、と、今後生活するっていう。だからまあ、少なくとも、えっ、ー、と、あなたが18歳になるまでは、えっ、ー、と、 ねえー、っと、まあ、まあ、18歳前に、例えばね、ねあの、その、施設を出ることはもちろんできるよ。できるんだけど、えっ、ー、と、あなたの意思次第でね。うん。それできるんだけど、俺は正直、えっ、ー、と、あなたがその妹のことをなんかこう考えているのであれば、俺は高校まで出た方が、俺はいいと思う。ってことは、高校まで出るってことは、多分、それ、それまでに、えっ、ー、と、それまでの間、えっ、ー、と、自分が、 うんと、施設にいるっていう形、施設で暮らすっていう話になるんだけど、それは大丈夫。うん。なんで俺高校は出た方がいいかっていうと、やっぱりそこの、うん、やっぱり、うん、そうね、高卒と中卒での、えっ、ー、と、選択肢の幅っていうのはやっぱり変わってくるし、うん、そこも考えた。偉い。うん、素晴らしい。じゃあ、妹と別々の生活になるっていうのは大丈夫かな。OK <laughs>、OK。 でえー、とそうするとじゃあえー、と保護っていう形でえー、と話を進めさせていただくんですけどちなみにもう今日すでにえー、とそちらの方にえー、と人がもう今日向かってますっていうのはもうあの、えー、今日あなたから事前にも LINE を受けていてで長押しで、ね。 既読つけなくても長押しで内容読めるんで、あの、既読はついてなかったと思うんですけど、内容読んでいて、で、それでまあ、もうすでにもう動いてますと。実は。は。で、えっ、ー、と、明日、日中どこかで家を出れるタイミングってあるあ、ある本当だいたい何時くらいかな。お昼前なら出れる。あ、OK。で、そうすると、えっ、ー、とー、小学校か中学校かどっちか、あのー、 なんだっけ家から近い。小学校が近い。じゃあそこの、えっ、ー、と、小学校に明日何時にしようか。じゃあ何時がいい ?11 時頃うん、11時頃ね。了解。なんか、特徴伝えとく茶色のポニーテール。俺よりだいぶ若い。まあ、20代後半とか30代前半とか、そのぐらい。30前後ぐらいの、 えっと、ポニーテール、茶髪のポニーテールの人がいたら、そしたら、まあ、まあ多分、なんかうろうろしてりゃ、多分その人からなんとなく声かけてくれると思うけど、で、そうだね、中学校とかじゃなくて、小学校とかだったら、ね、あのー、部活とかも多分ないから、その辺の周りに子供があんまりいる。 ね、中学生ぐらいの子がうろうろしてるってことはまああんまないと思うからもしね同じぐらいの年代の子がいたら多分片っ端から声かけてくれると思うからその人が、うん、そしたらなんかあのー、こうなんだろう声かけられたら自分だってこと伝えてまあ多分その本人と明日えっ、ー、とその,その人と合流してもらってその人からも直接 説明あると思うんだけど、うんと、流れとしては、一応、ざっくりとした流れね。で、一応、えっ、ー、と、来週の週明け、月曜日に、えっ、ー、と、あなたの方からも、えっ、ー、と、自走に連絡してもらう形になると思う。で、自走に連絡して、で、まあ、自走が多分あって、あの、話がしたいみたいなことになると思うんで、毎回。そうすると、そ、そこに、えっ、ー、と、その、明日合流する人、 と、えー、とえなんかまあ一緒に同席しててもらってで、それで、まあ多分自走おそらくツーマンで来るからツーマンセルで、あの、二人一組で来るから、うん。で、その二人一組の自走の人と、で、あなただけじゃなくて、あなたと、じゃあこっちはその、ね、えっ、ー、と、明日会う人。 とえー、と22でお話をするるようなな形になると思うしでまあもしそこであなたがうまく言葉にできなくても、えー、とその人が、まあ、あのうまいことフォローしてくれると思うんで,でそうするとそっから、えー、と自僧との相談でどういうふうに。 あの、段取り組んでいくかっていうところは、えっと、話はそこで出ると思うんで。で、そうすると、えっと、例えば、よく聞く話で、あの、自相とかが家にじゃあ、訪問しに来ました。で、それでなんか、例えばじゃあ、あの、DV なんかで言うと、なんか、そのね、えっと、自相の人が帰った後にその DV がひどくなったりみたいな、っていう、なんか、ことがあったりするんだけど、えっと、そういうふうにしないように、 あの一撃保護っていう形を取れるように、あの、うまく、なんかこう、話をつけてくれると思うんで、はい。そこは、あの、その人たちプロなんで、そこは、あの、任せてもらえればって感じかな。うん、正直一回もう動き始めたら、やっぱり、あの、保護なしでいいですってなると、ちょっとむずいかなっていうのが、ちょっと正直、うん、そう、あったりするんで、録音とかその人に見せればいいですか あ録音とかがいろいろあるんだ、うん。そしたらその人に見せてほしい。明日ね。うん。そうそう。まあ多分、うん、おそらくデータを送ってとかそういう話に、なんか多分おそらく連絡先を交換してくれるはずだから、例えば LINE 今ね、やってるし、だから LINE なり、まあ何な,なり、あの、いろいろこう連絡先を交換してくれるはずだから、うん。そしたら、えっ、ー、と、そこで、うんと、データを、 送ってもらうのか、そのまま、うーんと、ただ聞くだけで、それが大丈夫なのかっていうのもあるから、うん、そうね。そこは、その人の判断に任せる。うん、私の無理だけど、妹のは7つくらいある。あーね、オッケー了解了解。ちなみに、一個、俺、前回確認し忘れてたんだけど、今まで家に、自走か警察が来たことある。多分ないよね。あ、前に来たあ、本当どっちが来た うん。妹の泣き方で連絡があったと言って、自創が来た。ああ、そうなんや、自創来たって。それ、いつ頃まだ妹が小学校前。あーだいぶ前ってことか。もう7、七八年前ってことか。うーん。その時、お母さんが怒っていたのを覚えてる。ああね。ちなみに、すぐごめん、めっちゃ、めっちゃ、こう、言いづらいだろう。ちょっと質問しちゃうけど。えっ、ー、と、その時はもうすでにってこと その時は何もなかった。あっ、うん、ってことは、その時はまだ彼氏もおらんかった時ってことあ、いなかったね。ああ、なるほどね。でも、お母さんとお父さんがよく喧嘩していて、妹がよく泣いてただから。あなるほどね。ああ、その時はまだお父さんがいたってことね、前のね。ちなみに、お父さんは、なんだろう。あなたたちには優しいってこと優しかった。うん、離婚したのは。 お父さんがああ、あなたがいつ、いくつの時何年前の話それ、離婚したのって。5年生の時。で、お父さんと離婚して、すぐもう彼氏が転がり込んできた感じすぐ彼氏が来た。ああ、じゃあそっちの可能性か。なるほどね。でさ、ちなみになんだけど、うんと、その彼氏さ、あのー、たまにさ、なんか、気持ち悪くなる匂いがするときある。ない。う 家に人が来ることはあるその彼氏の知り合いっていう人がほとんどない。例えば家、家にさ、学校から帰ってきてさ、家がなんか変な匂いするときない変な匂いはないけど、いつも思うのは、洗剤の匂いがきつい。洗剤の匂いって服の洗剤の匂いってことあー、それはあなたの家でその洗剤を使ってるのそれとも、 彼氏がなんか自分の家の、家で、なんか、家から帰ってきて、こう、また、あなたの家に来た時に洗剤の匂いがきついってこと家の洗剤、あ、あなたの家の洗剤がきつい匂いに変えられたってことああ、なるほどね。うんたまに家帰ってきてさ、なんかフラフラするときない家の中か、家帰ってきて、家、 しばらくいたら1時間30分1時間いたらなんかちょっと具合悪くなるときないそれないああ、オッケー。で、ちなみにお酒は飲むのお酒飲むあ。お酒飲んで人変わるタイプ変わらないと思う。ああ、なるほどね。OK、OK。ケー。で、とりあえずまあじゃあ流れとしては先ほどえっ、ー、と伝えた通りっていう感じなんだけど、えっ、ー、と何か質問あったりするあと、スマホは多分、 うん保護が完了すると、スマホは多分使えんようになると思う。自創にも、その女の人にも全部話さないといけないですか。うん。逆に言うとうん、その女の人にさえ話してくれれば、逆に、自、え、創、ー、が掘,掘ろうとした時に、その人が代弁してくれたりはする。と思う。 だから、うーん、そうね。そこに関してはちょっと話さなきゃいけない部分があったりするかな。ただ最悪その、明日会う人に、えっ、ー、と話を全部してくれていれば、もしうまく話せなかったらどうしたらいいですかうーん、逆に多分、うんとその人もプロやし、そこを、えっ、ー、と、 話せない、あなたが話せない分逆に察して、例えばじゃあ、俺がこう、あの、いろいろこう相談乗って話したりするときにさ、こっちが先読みしてこう,じゃこうでしょう、ああでしょではい、いいえで答えられるような、あの、形式で、えっと、ポイントとなる部分を全部はい、いいえで答えられるようにしてくれると思うから、うん。そう。そこは多分、その辺うまいことコントロールしてくれると思う。で、だから、あなたの口から全部自分でこう、 文章を組み立てて、あの、ああじゃない、こうじゃないってこう全部、あの、話さなくても、その人がこういうこと、こういうこと、こういうことっていうことに対して、はい、いいえで答えてくれれば、そう、そこはうまいことやってくれるかな。例えば、じゃあ、えっ、ー、と、まあ、自走と話し合いの中で、ちょっとあなたが、こう、ね、えっ、ー、と、質問されたくない、言いたくない、 っていうことがあれば、そこに関しては、例えば、じゃああなたに席外してもらって、じゃあちょっとしばらくちょっと咳外しといて、って、そこでその人が、あなたがいないところで、えっ、ー、と、全部、自走の方にバーって説明してくれはする。だから、どっちかっていうと、自走に全部話す必要はないけど、うんと、その、明日会う女の人には、えっ、ー、と、まあ、変な話、Yes or No とかでも答えてくれたら、って感じかな。ポイントとなる部分を把握してるから、その人も、プロだから。だから、 その、ポイントとなる部分に対して、イエス・ or ノーで答えてっていうところの質問形式で、こうやって、あの、イエス or n でこう分岐点全部こうやってやってってくれるから、っていう感じかな。OK? 大丈夫。そう。だから、あの、そうね。うん。そこに関しては、そう。あの、こと細かになんかいろいろこう、描写をしてくれなくても全然大丈夫だしっていう。うん。すごく怖い。うん。まあね。そうだろうね だからそこに関してもし聞いてもらえなかったらあどういうこともし聞いてもらえなかったら伝わなかったらあそこはそこに関しては大丈夫うんそこに関してはあのー、その人はねえっ、ー、と俺,俺よりも多分えっ、ー、とそういう配慮を俺よりも神経質にする人だからそこは安心してくれて大丈夫かなそうっていう。 うん、そこは多分、俺よりも気遣いしてくれるし、そう。でうんと、その人自身も経験者だし、っていう。安心してほしいのなんか他に質問したきたいこととかある、うん、妹が入れる場所とかあるんですか大丈夫、そこは。うん、そこは大丈夫だって。うん。で、過去にそういう、あの、あなたと同じようなパターンの相談を一回受けてる。うん。そう。で、その時も、あの、ちゃんと大丈夫だった。っていう感じかな。うん。 じゃあとりあえず明日の11時かな明日の11時小学校でうんその人とちょっと接触を取ってもらってで多分その人の連絡先も教えてくれるしでもちろん俺の連絡先も知ってるじゃん今もこうやってうんだからあのなんか困ったこととかあのじゃあそのその人に言いにくいこととかは別に俺に送ってくれてもいいしじゃあ逆に俺に言いにくいことはその女の人にあの 送ってくれていいし、うん。あなたの都合で、どっちを使ってもらって、うん。俺に、俺を使ってもらっても構わないし、その女性を使ってもらっても構わないし、そこはあなたの判断に任せる。なんか、言いやすい方でいい。うん。いえ、こちらこそよろしくお願いします。なので、明日の11時、昼の11時に、えっ、ー、と、小学校で待ち合わせってことで大丈夫かな。うん、全然わがままじゃないよ。で、ごめんなさいなんて言う必要ないよ、全然。問題ない。 うん。お前何も悪くないから。うん。了解了解。こっちも明日待ってるんで。うん。で、そう、なんか、あの、そう、なんかあったらすぐ LINE し,しておいで。で、こっから先に関しては、うーん、どうしても緊急の話に関して言うと、えっ、ー、と、もう配信外でも返信するようにするんで。うん。緊急の場合に関しては。うん、うん。っていうことかな。うん。了解。そういうことで。うん。よろしくね。うん。